せーの、おはようございます。おはようございます。ランキーの極み始まりました。よろしくお願いします。せーのっていうのはさ、はい、回る前に言っといてくれよ。新人のくせに生意気ですね。どうもすいません。すごく生意気。どうもすいません。でこの番組は、どうぞどうぞ。あ、まあ、自己紹介あれやってよ、あれやって、いつもこれやってすごい大丈夫このくらいですよ。いつものやつやってよ。わかりました。じゃあモーニング娘。と共演を夢見るおかま、たなちゅーです。やったらやったらこれだよ。ありえない。誰もガチ勢が、だから僕サスケさんは初めてなんですよ、うんうん、あ、もうガチガチの代名詞ですね。こういうノリとどうしようもない人です。でエンジョイ勢でしょみんな。そうです。どうすんの、それでしっかり攻略できるんですか。それはそれでやりようがあるじゃないの。あの例えば、いや店がいいんで大丈夫なんですよ。いや本当に我々でも勝てるっていうのを。そうなんですよ、実はこれ裏テーマなんであんま言っちゃダメなんですよ。サスケさん素晴らしいコメントだ。ガチ勢っぽい雰囲気を出して優等生が必要だな。そうです。かなんかあのその過去の傾向としてはあれでしょ、4列はまあいい島が、うんうん、あ、そうなんですよ。そうです。だそれを見つけに行くっていう感じですよね。そうです。そして入り口付近がチャンスです。あ、だからそういうあのまあ台を見てはっきり良し悪しがまあうーんって分からない我々でも、その過去の傾向からまあこの辺かなっていう予想は立てれるってことですよね。そう、そしてそう本当に初心者の私でも、うん、あの分かりやすい、あ、やっぱりチャンスだったのかなっていう風な打ち感も得られます、やっぱり。あー、なるほどね。もうちょっと打ちゃ、あ、違うって分かるんだ。お、こりゃいいぞって分かりますね。サスケさんが前回打ったユニコーンとかもめちゃめちゃ良くて、なんだったら、まあ、4時5時に収録終わって、はい、その後俺10時まで打ってました。ガチ普通にガチです、はい、夜10時まで打ってたんで、まあ、今日もそんな感じにね、あの行きつけたら、当たりに行きつけたらそうなると思うんで。あー、はい、なるほどね。え、なんか狙ってんのとかあるんですか。狙ってんの、はい、俺の弾痕って、おい、若干しいよお前。やめろやめろお前。ちょっと朝から軽く滑ってますよ。大丈夫。おい、怒られるぞ。あんたじゃないの、この弾痕の極みって間違えて、これって弾痕の極みだよねとかって変なクソみたいな冗談飛ばしてる。朝からやめろって言うなよ今それを。でもコミュニケーションはバッチリなので、3人で頑張っていきたいと思います、はい、はい、じゃあ狙い台は後でいいか。いや、だから狙い台を逆に聞きたいんですよ僕は。なんかエヴァユニコーンが私的にはマストだと思ってるんですよね、はい、で一度も座ったことないんで、私今日エヴァ行ってみようかなっていう。おー、サスケさんは。いや、エヴァかユニコーンかがまあやっぱ王道なんで、はい、一緒にエヴァ行くか、まあエヴァの背中側にユニコーンがあるんで、はいはい、まあどっちか、ユニコーンでもどっちでも大丈夫です。もうモルゲンさん次第で。え、じゃあ今日みんなでエヴァスタートどうすか。まあでもエヴァはそうなんですよね、まあ人気ダントツなんで、はい、朝一行かないと変な話多分座れないんで、あ、まあエヴァ、なるほど、ね、エヴァスタートで散っていくもあり。確かに。だ、後エヴァは無理ってことですね。後エヴァはきついと思います。お客さんの数的に、はい、うんうん。じゃあ最初エヴァ行って、その後まあそれかもしダメだったとしたら、そこから見つけるっていう動きは可能。可能だと思いますけど、懸念があるとすれば、はい、朝エヴァで、あ、こいつはもろたってなった時、ずーっと我々がエヴァを打つっていう。あー、いや、なりますけどね。いや、どうすか。じゃあでも私やっぱりやめようかな、エヴァスタート。はい、でもまあ抽選次第じゃないですか。例えば並びじゃなかったら受けるこのまま1時間ぐらいずっと喋ってない。いや、確かに。そろそろ、まあそうっすね、今まだ抽選も終わってないんで。いや、一応確認したから。でもなんか1個言って、エヴァがさ一番楽しくないですか。いや、だからそうそう、これオープン前のな、これもう1話目ここで終わりますよ。そう、オープン前のこれ楽しいよな。楽しいよ、誰も傷ついてない。楽しいよな、楽しいよ な俺らパチンコランしてるよな。これ大好きな、これ僕大好きなんですよ。タナちゃんの僕に対してこうやってタメ口聞いてくるの大好き。一緒に頑張ろうな。ありえない。うるせえよ。ということで、じゃあ今日も一生懸命レベルと思いますので、はい、最後にじゃあ合言葉を言って言いましょうね。じゃあいきます、せーの、ゲイエイオーッ。まだ定着してないぞ。打ち合わせしただろ。いや、それ俺聞いてない。は、それ第1話でもやってただけやん。え、はい、知らねえよそれ。番組見てたら分かるだろ。やカメラに背を向けてやる。そいや、あっ、あっ、せよ。まあまあ悪くないです、悪くないです、悪くない。何番でした。うわうわ、これはちょっと、ちょっと危ないんじゃないですか。そこ並びっすね。
せーの、ゲイエイをやらんのかい今じゃなかったなんてねまあまだね、やりたてですから、ね、いや見せんのかい、え、あ、ゲイエイオー、すげえ低いテンション近いね、俺たち何番ですか、残念ながら3桁です。200名多分行くか行かないかぐらいだったんで、まあちょっと並び厳しいかもわかんないんで、まあそうっすね、お兄ちゃん、お兄ちゃん今日一日、今日一日その設定は厳しいです。さすがにここで俺それ受け入れちゃったら多分今日ずっとそれなんで、それは無理なんで。正解です。うん、危ない危ない。え、ということでじゃあ私たちマーチ会で、そうね、まあ、俺たちとりあえず並びで狙う。見て、うん、そうしましょうか。おはようございます。お願いします。お願いします。すごくイケメンよ店員さん。おはようございます。おーっとっと、これは座れるんじゃないの？エヴァユニコーン、もうエヴァいかな。選べるねまだね。こんにちは。こんにちは。取れる。取れたんすけど、一旦じゃあ並びで取れちゃったんで行きますか。行きますか。行きましょう。まあ、今日は一旦行きますか。我々の親睦を深めるという意味で。そうですね。はい。そう。そして私はちょっと一応先輩なんで他の状況も見てきます。うわ、顔ムカつく。顔ムカつく。あれ？ちょっと待って。すごく怪しいこの列。非常に怪しい。ごめんなさい。すごい早く歩いて。ライトミドルのこの花の刑事漆黒の199とエクストララッシュ、チンホギーはレールガンの率ものすごく怪しいです。待って、私発見したかも。ここ明らかに様にさ、私でもわかる、わかるっていうか、え、ここすごいチャンスじゃない、もしかして。私これ絶対そう、みんなに言いたい、すぐに。ここもなんかちょっと怪しい気がする。私はチャンスの列を見つけました。え、どこ、多分ちょ言わないで。俺もね、てかしかもびっくりした、ここなのって。私的にです。え、何言っちゃダメなの。いや俺もちょっとあれここって思った、島が列があったの。 そのとこ一緒に行きません。いいよ。え、どこよ、どこ。いや俺たちが見たところで分かんないんだって。絶対ここそうだと思う。え、どこ、なんかあれな、見てきて、レールが真剣な眼差しの人がもうすでに売ってるから確かに当たりかもな。え、違う、私はそう思ったんだけど。ユニコーンのところと似てるでしょ。あともう一個あんの、うん、ね、こっちこっち。え、どこどこどこ、バカボン、この列見て。え、でしょ、え、いつもさ、列、このもう見た目で分かりやすい感じなの。あの、私が仮にも5、6回やった時はそうでしたけど、でも全部見てください、このバラエティの列。何やってんすか。てかこのバラエティの列かなりきな臭いんですよ、私の勝手な見立てですけど。俺の目だとユニコーンっす今日。え、じゃあユニコーンと、とさらにもう一個あるユニコーンも、あのユニコーンとガローのギガゴーストなんで、私は2個見つけたんです、ここと、あとライトミドルの列。じゃあもう答え出ましたよ、エヴァじゃない、エヴァじゃない可能性はある。てかユニコーンの埋まり が、 ユニコーンが結果的に今ほぼ全部埋まったんですよ、ね、うちらってさチームワーク良くないですか。まあまだ打つ前にこれをね見つけてるもんね。嬉しい、うん、デビルマンやばいでしょ。デビルマンやばい、ここ絶対そうです。デビルマンは見て、本当にあのさすがに僕でも分かるレベルですよね。そうですね、あれはどうします、デビルマンにする。デビルマンやばいね、レールガンもでしたね。レールガン、俺でもね、レールガンもそう、同じ当たり島ならレールガンやりたい。私もレールガンやりたい。え、じゃあレールガンデビルマンじゃ、レールガン名前似てるけど、レールガンでもデビルマンでもどちらもいいけど、バカボンでもいいよ。でも逆に待って、どうします、ちょっと待って、真ん中に、いや、エヴァ違うんじゃねえか。いや、エヴァ違う気してきましたよ。やめます。てか、ユニコーンがめちゃめちゃいいっす。当たりは4島、4列でしょ。 4列の予定最低、最低ってことだ。ユニコーンですと、はい、1個がここユニコーンだと思います。でもう1個がその私が思うライトミドルのレールガンの列、あの漆黒とかあるとこね、デビルマン、もう一つがあのデビルマンとかバガモンとかある列で、俺ここだと思うんですよ、ここの。いや、わかんないですよ、俺の見立てなんで。これはもう正直まだお客さんついてないんでわかんないですけど、え、どうします、エヴァとりあえず打ってみる、それとももう移動する。でも逆に言えば
今エヴァを例えば1万円くらいで回して、うん、まだ移動できるからエヴァ試してみません、ね、一旦じゃあ1万円まずここ運試しますか。やっぱり朝1万円打ちたい台打つというのがやっぱりポイントなんでこの番組の知ってますごめんなさい打ちたい台かどうかはさておきね。タナチューさんがエヴァを頭がもうエヴァ脳になってるんでエヴァ1万円やりたいです。じゃあ一旦、まあ一回3人なの懇親会の会費みたいな感じで。そうですね、高えな。あとなんかスタッフさんがすげえ頑張ってカメラのセッティングしてくれてるっていうのを無限にしたくない。あそうですね、確かに確かにそこがあるんで一旦じゃあエヴァ1万円やってからいいですね。しかもで、はい、まあ増えたらラッキーで、はい、いやしかもいやエヴァもまだ分かんないですからね。そうね、もしかしたらもうあるんですよね、うん、結構小顔ですね。あ今っすか。何すかそのこれまだ先はまだ台座ってもないのにお姉ちゃんいやいやそれはダメ。それでは三つどもえのたまたま大決戦スタートします。ゲイエイオモロゲンさん今日は頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。とりあえずこの1万円で当てること、はい、そうですね。まあエヴァ仮に外したとしても弾持ってパチンコ当たれば一緒なんでね。2弾あります、はい、私は持ち玉が今。タナチューさん下ネタ言わないって言ってたはずなんだけどな。下ネタしか言ってないな。ゲイエイオーって下ネタじゃないし、たまたまがどうのってさ。パチンコでいいだろ。あなたまた悪い人出てる。もっと言えって許してるすぐ求めてくんだもん。ちなみにカスタム何にしてます。私ノーカスタム。ノーカスタムのノーマルモード。これインパクトフラッシュアップだけ入れてます。おって言ったら今どこ一応新宿君、うん、でも別に熱くないか。あのインパクトフラッシュアップこれ聞くところによると裏仕様として、はい、あの福音エア風が出るんですよ、はい、7割ぐらい占有率あるらしくて、はいはいはい、なんでインパクトフラッシュ自体は出れば確変確定なんですけど滅多に出ないらしくて、はい、風が出てくれるんで。あ、それをつけてると。あ、そうです。インパクトフラッシュアップ。一応新次くん風待ちしてます。え、もう新次くん？おお、早いな。展開早いな。流れがいい。新次くん、新次くんは確かにしょっちゅう出てくるから波いいよね。波の新次。すごいわかる。武器を手にしろ。やられたふりをしろ。音量なんで打ってます？皆さん。2っすね。私も。じゃあ2。あー、武器手にないのか。あー、チャンスよ、これ。マヤじゃない、マヤ以外、マヤ以外、マヤ以外。あ、マヤとリスとか。ワンチャンないですか、これ。でも、8球なんだよな。ワンチャンありますね。いや、あるでしょ。そこまで行ったらあるでしょ。マステマタケの敵武器を手に入れて。そういうのがスッと当たるのがエヴァのいいところだからね。あー、ダメだ、弱いな。最後の最後の爪が甘い。奇跡的なワンチャンないですか。奇跡的なワンチャンないよな。こういうとこよな。あー楽しかった。まあまあでもシンジがねすぐ出てくれたらいいだよ。そういうの言うタイプですか。あ僕めちゃめちゃ波信者っすか。みんな波信者ですよ。この3人みんな俺も入ったんすかそれ。え入ってますよね。いやまあまあすごいそうじゃない。あの通常時回した方が期待値や済むとか言ってる人が。いやいやそれはいや数字の話ですよ。一緒じゃない。いやいや何言ってんすか。いや数字の話ではあるけど言ってることはもうオカルトなんですよ。モノケンさん今日は頼みますね。いや今日はやりますよ、はい、初出演ですからもう気合十分です。はい、一発ドーンといってほしいです。すごくもうみなぎってます気合が。あほらまたなんか下ネタに寄せる連続でやめてくださいね。もうたぎってます。えたぎってますほらその目してる。タナチューさんってモロゲンさんはやっぱタイプなんですか。タイプです。どういう人が大事なんですか、タナチューさんは。え、なんかやっぱり リノさんのイメージがやっぱいや、すでにこうやってね、あのもう誰にも言って言うんですよ。で、サスケさんと多分2人ずっと言ったら、あ私、姉のこともすごい好きでってできるから言いますよ。え、ビジネスオーカマですか。あなたさ、男性得意の嫉妬でしょ。だってしょうもない。事実好きなら好きし、言えよ。事実やん。え事実好きだよ、好き言えよ。まあ、ゲルドルさんはそうそうあのなんかいけない恋っていう感じがして、リノさんは単純になんかあの家族椅子の墓場に入りたいっていう気持ちがあって好きです。で一番性的に見てるのは二郎さんです。
あーそうなんすか。そうそうそう、なんか部門があるんですよ、いろいろ。だからなんかそこでただ私は君なんや、性的な目で見る。食事を毎日違うものを食べたいように、うん、私も男ってそういう目で見てるんで。まあ確かに我々もね、女性どういう人好みですかってのは、まあ一概にこう、まあまあまあそうですね、言えないですもんね、なかなかね。そうそうそう、モノケンさんどういう人を食べるんですか。顔が油切ってるうるさい人。私かよ。そうだ、草、それは草。ショーが、もうショーが、それは草ってワンマンショーが始まっちゃってんだよな。どう？おの方はどう？私はなんか怪しい気配してます。サスケさんどうですか。まあちょっと物足りない感じはしますね。ですよね、これが当たりって言われるとって感じですよね、はい、あのちなみに1万円って言ったんだけど、私5000円で離脱しようと思います。1万円打ちます。いやまあ5000円でもいい感じにはってきてるな。まあそうです、これ視聴者の方のためでもありますからね。結局サダマをプラスにしないといけないっていうのがあるんで、あれだね、これ打つって決め打ちして入るよりはあの感じだと入ってからちゃんと吟味した方がいいね。うん、だから私に向いてないですね。ああ、そうか、田中決め打ちだもんね、まあ、この台今日打ちたいで打つんで、うん、だからこういうのはすごく緊張します。さ、私は1抜けでございますね。はい、パタボンゲンさんの島行きますか。ちょっとこの裏のユニコーン、ちょ、なんか埋まったら埋まったらやっぱりユニコーン打てばよかったってすげえ今後悔してるんですよ。なんか覚えそう。この埋まり方、前回本当に昼過ぎまで満台にはなってなかったんですよ。それがもう今やこれなんで、ちょっとずるいなと思って、ちょっと様子見てきますわ。お願いします。はい、了解です。あ、こっちのユニコーン1個だけ空いてるな。違うか。あ、バカボン、これ俺ちょ、はい、これにしますわ。あの、バカボン、やばいっすよ。やばいっす。やっぱバカボン、あの島、あの、素人で大、まだ全然空いてます。あ、もう全然空いてます。バカボン、ゲン、デビルマン、すごい興奮してる。いや、もう、勝ちました。勝ちました、今日。いや、もうめっちゃ嬉しいっす、これ。はい、あんな笑顔でサスケッチ。サスケッチ。いや、初めて言われたわ。なんだそれ、お兄ちゃん。よし、じゃあ俺もちょっとやめます。これ様子がおかしいですよ。これ様子がおかしいです、さすがに。いや、じゃあちょっと癖重視でいこっかな。え、そこ並びじゃないんすか。ノータイムで並ばないんすか。癖ってなんやねん。あ、でもこれ癖ちょい、ずっと当たってないやん。あ、マジデータ見、あ、そういう癖ね。ほら、あ、もう、あ、すげえ、すげえ。1週間出てないバカボン、とりあえずやるよバカボン。はい、皆さん。はい、私ちょっと攻めていいですか。おお、いいよ、もちろん。いいっすよ、サスケさん、すいません。いや、まだ朝なんで。はい、いや、本当にちょっと攻めます。私は、まあ、端かな、端で。でもな、ちょっと怖いな。でも取りやすいのでここにします。じゃあやりますか。いきますか。はい、さあ、では仕切り直しのバカボン、まあ、5000はご挨拶ということでね。もうすぐ入ったもん、すぐ入った。5000円でまあどのぐらい行ってくれるかっすね。そうですね。わー、金森来た、はい、え、うわ、すごい、初めて見た。やりましたね、さすがに。ぶーわ、信頼度調べたら、いや、シンプルモードでそんな、いきなり来た。しかも直ですね。ええ、あ、これはさすがにもう当たりっすね。あ、今60、これで4回転目。さあ、ダメなやつだ。バカボンに来て3500円ですね。先読み、こうシンプルモードで先読みの時点で金保留なんて初めて見た。これはだからもう当たる当たらないじゃないですね。もう 25% 取ってない、なしっかり 75% を取ってますっていう。いや、そうっすよ、本当に75、まあ、当たりの向こう側を見ないと。はい、疑似3、疑似連は全員集合パターンじゃなかったけど、まあさすがに大丈夫でしょう。フリーズしてるぞ。おお、
タナチューは繋がってんのかな、この音。わー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 、もうタイトルがもう見えないぐらい。私声聞こえてますよ。あ、タナチュー多分当たったよ。一緒俺。何か来ました？金保留。え、先読みチャンスで。そう、激アツ。え、それもう絶対あとラッシュいけるかどうかですね。そうなんです、那覇地球リーチです。いいな。でも8って確か上がる可能性が高いんですよね。え、8って確か上がる可能性が高いところじゃなかったですか。あ、そうだそうだ、うん、偶数の中で一番高い、ママですよね確か、うん、大道が結果論かもしれないけど、こうそうした。さあでは第1号聞かせていただきます。よし、おめでとうございます。よかった。よし、これはもうしっかり取ってる。あー、これこれ気持ちいい気持ちいい。これ今先読みしてたかな。あれ、先読み絡んでました。先読みしてた気がするんですけど、ちょっとそっち見てて。8で当たっちゃいましたけど大丈夫。バーカボンボンキュイ、えい、まあまあまあここまではさすがに、まあここではつまずかないですよ。一発目からね 25% 取ってるようじゃ勝てん。さあ行こう、ここは鬼バトルでしょう。胸、え、打ち出しのタイミング。モロゲンさんラッシュ入ってるんですか今から。あ、あ、これからジャッジ？うん。あ、そっか。10ラウンドなんですよね、まずあたり。そう。絶対1000ぐらいもらえるっていう、ね。それいいですよね。これバガボンの本当にいいところよね。うん、さあ、42回しかないから、大事にいこう。最初が60何パーですよね。そうなんですよ。だからここがね、やっぱ何もできずに終わることが多々あるんで。殲滅2個続いた。どっちか変わってくれ、ホリュー。お、ちょっと煽ってる煽ってる。3連続、あ、4回目。よしよし、緑ホリュー。ごめん、強いんだよな。だー、ダメ。ちょっと1回流れ変えよう。あ、止めるタイプですか。止めます。ちょっとこれは流れが悪い。もうこのね、42の最初のやつはもう近かったらもう今何回決める気でいかないです。残り21です。ちょうど半分終わったところで、あの青でも誘う。熱い、赤青に来てる。行きました。青が2つ並んでる。これはさすがに行ったろう。もう行ってる、手止める。当たってる、これ当たってる。あー、さすがにもう手止める。弱い方だ。いそう。2000人とかやつでしたっけ。そうです、そうです。これ全然当たらないですよね。それ1回しか当たったことないですわ。ですよね、僕もね、これ全然当たった記憶がほとんどない。煽り強かったのにな。なんかの間違いで当たれ。いや、増えとるやないか。それ、ね、ここに1体だったのが増えとるやないか。うわー、やばくないですか。うわー、やばい、マジでやばい。残り11回転ですよ。お詫び、お詫び、お詫び、お詫びの先輩。来い、あんないい当たりからしたんだから。あ、緑ラストチャンスだな、もうマジで。これ初めちゃん速報大きか。腕ガシャン、腕ガシャン、腕ガシャン。とりあえずバトル行け、腕ガシャン。よし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 、ここまで行ってくれればもうなくはないよ。うわー、強い方。
チャンスアップなし。え、バカ列拳。いや、そうなんすか。あ、金じゃなくていいんすか。いや、これは頼む、外さないで、外れないで、お願いします。どうすかい。うわ、うわ、あ、触れてる。うわ、いや、ナイスあぶねえ。耐えましたね。耐えました。なんとかつながりましたね。だこれでもうあっさり取ってくれてれば。この後でしょ。まあ、プチュン。おお、刺さった。え、剣刺さった。ガロ剣、ガロ剣。先読みを。昇格はないけど、はいはいはい、まあいいです。あれですね、ラウンド中に確か超特訓みたいなの言って、もうありましたね。はい、これ先読みしてるよ。いや、それサスケさんももらったでしょ。特訓。はい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 。いいんじゃないか。タナチュウさんが絶妙な距離なんでしょうね。もう聞こえたり聞こえなかったりって一番困るやつ。あー、この反転するやつ一回も当たったことないんだよな。ここで疑似連なの赤ボタン。あー、疑似さん、赤ボタン金。おー、さっきは、いや、まあまあまあ8。お、あ、3個か。いや、ちょっとこれ白熱、白熱いってくんないと。赤ボタン金。わー、かかってますね。いや、頼む頼む、これあっていいな。あるあるある、来い。あー、でも金、あー、でも金テロップ。図柄変化。おっ、7点、7点になった。うわ、7点になったぞ。やべえ、バカボン祭りだよこれ。来たわ。7点は大丈夫ですよね。いや、はい、それは大丈夫でしょう。あ、なんだなんだ、何何何、あ、4分割か、あっちやつだ。よし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 、やりました。これはさすがに大丈夫。4回チャンスあるから。1個目でもうボーンでしょ。はいはいはい、よし、いや、よし、やりました。投資ぴったり5000円なんで、前歯と合わせて都合1万円で、しかも7なんで当然 25% じゃねえ、 75% 通してるんで、よし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 、よし、93回転ですね。なんでちょうど20ぐらいのペースだったかな。完全にこれもバカボン祭りだな今日。今日祭りっすね、これは。祭りっすね。さあ、楽しい楽しい右打ち。じゃあ、俺あんまりこだわりないんでマルチモードにしますよ。さあ、42回プラス残保留4回、46回で 44.8 分の1ですね。 OK OK。 ここはね、クセモノなんですよね、ほんとね。 44.1 っていうのが。あ、緑保留だ。有望区間疑似連ね。あー、テンパったか。8。ジャキ、あ、赤タイトルだ。ジャキ赤はあるぞ。むしろこれ外れたと困る。マジでマジで外れたら困る。あー、金になった。もらいました。よし、まだ終わらん。青保留
緑になって、おーし赤織、これはいったか、あーリーチ緑保留の赤織。何が熱いか分かんないですけど、はい、これで3連目終わり終わりなんかい、疾風マルチモード全然分かんないわどうなったらいいのか分かんない、よしよし、とりあえずはこれでプラスですね、現時点でプラス、ここからよ、ここからプチュン来い、はい、なーないかー、もう終わりますわ、カウントダウンされてますわそんなちょっと勘弁して、すげえいい当たり方でしたけどね、7点残保留、残保留、あー残念ながらおターンでございました、青堀は来た、カウントダウンまで入った、ちょっと熱い、このカウントダウンあんまりないですからね、よしよしよし、わー緑が2つあるぞ、いやここでとりあえずモロゲンさんがまあ1万5000、2万出してくれれば今日のプラスだいぶ硬くなるんで、いやここはもう昇格させないダメですよ、ここで信用に入れてもらって次のあたりでもう昇格させないと、うわー器用か、奇数先輩なんだけどな、しろ来い来い来い、これこれ向き張れ、ダメか、さすがにここはバカ列犬以上じゃないと、よっ、いやー厳しいな、カウントダウン絡んだのにね、よーし、さあ信用にお願いします、33番、いやこれは取らないと、さすがに3回 目、完全にシンクロした今サスキランド3回目って、頼むぞ、かーサイバー出ないか、来いブチュン、あーマジか、まああとラウンド中っす、なんとか、ね、なんとかラウンド中マジで上がってほしい、あと私、まあ、ランキーのキャンピングからしたら私が一番先輩なんで、先輩らしくあのおっさん二人飲み物差し入れてきました、 ありがとうございます、ありがとうな、ナイスよし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 、きたー、おめでとうございます、私も好きな番組がいっぱい、チャンネル登録お願いします。